トがいるのとセフレがいるのは別ですか？彼女がいても AV って見るもんなんですか？せーの、スリートのヨシェッコーこと、ヒカルです。はい、ということで今日はですね、前に男が聞きにくい女への質問っていうのをやったんですよ。大反響だったね。そうやな、ヒカルが、あのもう何でも答えますよみたいな感じで、まあ結構ズバズバ下ネタとかも聞きにくいことやな、普段とりあえず。そうやな、を全部私が答えたんですけど、今回は女の子が男に聞きにくい質問っていうのを今回オタクに答えてもらおうかなと思います。だから前の逆版って感じやな。そう、だからやっぱり女の子が多いということで、今日は男代表として、この OT がね、ちょっと発音が初めて耳にする発音やったから、嘘やん、何ってなってるから。え、オティ知らん？知らん。オティは俺のことなんですけど、オタくんの意見もうちょっとあるけど、まあ全体的な男の意見っていうのをやっぱ聞きたいな。そう、平均値よ、バッチ怖い。はい、ということでじゃあ早速ね、オタくんに質問スタートしたいと思います。イエ、せーの、やってみよう。じゃあ早速いきます、はい、では1問目、じゃじゃん。恋人がいるのとセフレがいるのは別ですか？あー、なるほどね、はい、感情的な問題、そう、どういう違いみたいな。やっぱりね、彼女っていうのは、心からこう愛してる人、はい、それはわかる。はい、セフレっていうのは、セフレ、えスフレみたいに言われて可愛くないよ、それは。セフレは体だけの関係、はい、だから言うたら、まあ恋愛感情も別にないわけよ。もう本当に欲求を満たすための友達っていう解釈じゃないんですか。愛する彼女がいるのにセフレを作るということは、やっぱその彼女に対して申し訳ないという気持ちはないんですか？なんか俺がなんか問い立たされてるみたいになってるけどまあでも申し訳ない気持ちあると思うんやけど、やっぱりでも愛とはまた違う部分というか、だからもう食欲と睡眠欲みたいな感じ、ちょっと理解できないですね。どうもありがとうございましたはい、下の毛パイパン派か整えてる派はどっちが多いですか？だからどっちが好きかやな、男子全体的にね。あ、全体的に、もう全然ないのがいいのか、まあちょい整えぐらいなのか、もう放置がいいのか、どれにしようかとみんな悩んでるわけですよ。いやでもね、結局ね、多分平均取ったらない方がいいんじゃないかなっていう。そうなんよ、多分な。まあ最近はそうかもしれない。そう、多いでしょ。うんうん、そうだからもうね、ちょっと残すんならもういっちゃおうっていう感じぐらいでいいんちゃう。そうやな、うん、はい、男子が一人で初めてやるのは独学でやるんですか？独学ちゃう、それはみんな、いきなり本番は多分ね、あんまいないと思う。いや、いきなり本番って一人でね、 AV とか見るのはさ、分かるけどさ、その一人でやるのってさ、どこから情報を仕入れるの、そういうの。ああ、それはもうね家計簿。いやもう本当に覚えてないぐらいやな。なんでみたいな。いや、いつやったん、じゃあ一番最初は。一番最初いつやろ、俺記憶上な、小4とかじゃ。マジそれはやばい、待って、小 4? 早ない、結構。そう、小5とかじゃ、俺遅いぐらいやってる、多分。それは衝撃。そう、正直、整形してる女の子ってどうなんですか？でもね、やっぱもうね、今の時代だともうね、結構まあ普通っていうか主流になってきてるやん。うん、そうやな。ってなったら、別に多分ね、みんな気にしないんじゃないかなみたいな。もちろん気にする人はいると思うんやけど、そんなね、気にしない人の方が多いんじゃないかな。ああ、じゃあまあ全然大丈夫。だから整形も一つのそのなんだろう、まあこう美意識というか。そうやな、まあ努力に入ってるよ。そうそうそう。だから、まあ俺も含めて全然気にしないかなっていうのは。あると思います。お、はい、じゃあ次です。処女は正直めんどくさいですか？どうやろうな、めんどくさいとは思わんな。あ、でも俺はちょっと経験はあった方がいいかなっていう相手。ああ、そうなんや。うん、でも男って結構さ、処女好きなとこもあるから、そこはちょっと分かんないけど。ああ、人によるって感じか。そう、女の子は嫌じゃん、童貞とかは。ああ、そうやな。でも、まあ、嫌というか、女の子
からしたらちょっと不安みたいな、あーそっちか、うん、感じかな。任せられるみたいな。どうなんやろ、ちょうど多分ね半々に分かれるんじゃん。そんなに多分分かんないけど、俺の感覚で言うと。だからその最初を奪いたいみたいな人もいるし、あそれは思うね、マジで半々ぐらい。確かに、うん、はい、じゃあ次です。メンヘラな女の子は正直どうですか？いいけどな。おたけんちょっと好きよな、メンヘラ。え、メンヘラ製造機なんですよ。なんでメンヘラ好きで、メンヘラってやっぱ一途やねん、めっちゃ。いや、メンヘラ好きじゃなくて、そっちじゃなくて、メンヘラ製造機って自分で思うんでしょ、うん、まあそうやな。過去もめっちゃメンヘラになっていくんやろ、おたけのせいで。そう、それに比べたらマシ、全然マシ。おー、耐えてる。だからそう、今ね、そうもう耐えてるな、今耐えてる、うん、でもヒカル多分マイナス100ぐらいだったんよ、メンヘラ度が。あ、うん、それが多分マイナス50ぐらいにはなってる。多分ゼロになってる。やばいって、うん、ゼロにはなってると思う。いや、普通の人はもう 100% マイナス、あ、メンヘラになってるって。なってるな。女の子のメンヘラはどのぐらいならいいの？うん、なんか自傷行為みたいなのすんのはマジで嫌なんですよ、ね、あー、自分を傷つける感じ、ね、そう、そこまでしたら俺無理やねんな。あー、そこまでしないぐらいだったら別に何でもいいって感じ、うん、あー、そうなの。そんな別に、うん、合わせる、合わせる、うん、はい、じゃあ次です。女の子の演技してるのは分かりますか？いや、分からんよ。いや、いいじゃないわ。普段からずっとしてるよみたいな言い方せんといて。いや、分からんよ。あ、そうだね。多分分からんじゃん、そんな、誰も分からんと思う。男はそうなんですね、うん、そうです。いや、なんか適当やな、なんか適当じゃない、なんか大丈夫。はい、じゃあ次です。はい、彼女にいつから飽きますか？飽きますか、まず。そして何年ぐらいで飽きますか？付き合ってってこと？そうです。いや、もうそれは人それぞれやんな。そうだった、うん、それぞれやんな、うん、けど俺の場合は、うん、高校生ぐらいまでは、うん、本当にまあ何回も言ってるんですけど、うんうん、本当3ヶ月に1回彼女変わるみたいな、うん、ぐらい感じだったんですけど、うん、高校卒業してからとか二十歳ぐらいからはもうね、うん、大人になったかなっていう、なんかね、ガラッと変わった。もっとそれは年齢的なものなの？大人に近づいたのかな、ヒカルだからなのかもしんないし、うん、もう俺自体がそういうなんか一途になったのかもしんないし、あ、なんか分かんない。まだ飽きてない？いや、そりゃそうやろ。何それ、まだ飽きてない？まだ飽きてないらしい、うん、じゃあ次です。はい、かわいいって女の子に言うのは、うん、本音ですか？本音ですよ。いや、まあ彼女とかじゃなくてもよ、女の子に対して、うん、すぐこの子可愛いみたいな。あ、本音なんですか？それ本音やな、多分。本音っていうか、可愛くなかったら俺可愛いって言えないし、俺の場合は。ああ、そうなんや、うん、シンプルに可愛いと思ったら可愛いと。ああ、だから好きと可愛いは別ってことか。あ、そうやな、それは全然違うけど、うん、けど、まあとりあえず可愛いは意外と本音が多いですよ。そう。おお、いいよ。よっぽど気使う人とかだったら言うかもしんないけど、うんうんうん、多分平均取ったら多分本音やなって感じ、うん、そうなんや。これは朗報ですね、皆さん。朗報なんや。男の人ってすぐ立つって本当ですか？どういうタイミングで立つんですか？すぐ立つよ。すぐ立つよ。手つなぎました。うん、いや、それ立たんよ。何やそれ。あ、でも若い時とかは立ってたかもしれない。初めて手つないでる。そう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 。ああ、女の子手繋いでるみたいな。ああ、なるほどね。あ、じゃあチューした時は？じゃあ待って、だからその俺の場合で言うんか、うん、それともなんかその全体的に。いや、むずいな。まあ、だから立つってことは興奮してるってことやから、あ、まあその好きな子だったりとか、うんうん、好意がある子だったら立つんちゃう。ああ、とそれとは別に朝立ちっていうのがあるやん。はいはい、はい、それっていうのは逆にね、男子は毎日朝立ちしないと不健康って言われてるくらいから。そう、その朝立ちはさ、うん、どういう意味合いなの？多分やけど、うん、尿意したくなると立つんよ。あー、なるほどね。だからそれでだと思う。俺の、分かんないけどな、これは。俺のあれでは、感覚では。そう、だと思う。なるほどね、うん、あ、じゃあその水着の子見たとか、うんうん、そういうのでもやっぱ立つことある？その触れてなくてもみたいな。あ、あるあるある、あるんちゃう？その構造があんまり理解できてないんですよ。あ、そうなんや。立つっていう感覚がない、まず。確かに女の子からしたら不思議やんな。そう、不思議なの。男からしたら当たり前やけど。うん、そう。次です。家事できない女の子ってどうですか？俺の場合は別にできなくてもいいです、何も。そしたら俺やるんですよ。なるほどですね。そう、だから別にどっちでもいい。やってくれたらやってくれたでめっちゃ助かるし、それはもちろんいいけど、できなくても全然俺の場合はいいかなっていう。じゃあやめます。あ、はい、そういうことじゃないね。
そういうことじゃないね。じゃあ全部やめます。そういうことじゃないけど、まあ中にはさ、美味しいご飯食べたいから料理できないとダメとかいるな。いるやん、そういう男。そう、そういう男に限ってな。まあそれはあるな、やっぱそうやね。じゃあ次です。はい。彼女の前で泣けないって本当ですか？どういうこと？そういうなんかプライドみたいな、その男としてのみたいな。いや、ないな俺は別に。へえ。まあでもあんま泣いてるとこ見たことないな。本当に1回2回ぐらいじゃ。そうやな、あるかないかぐらい。うんうん。あ、誕生日のサプライズとかの時俺泣いてたで。ああ、去年、一昨年ぐらい。あとね、ヒカルとね、付き合った最初のぐらいの時に、アオハライドだっけ、なんかさ、ホテルで映画見たね。あの時一緒に泣いてた。俺結構ね、映画とか泣く可能性あんねんな。そこら辺は涙もろくなってるけど、感情は薄くなったかなっていう年々。本当にオタ君感情ないよね。そう。あんま感情湧かないんですよ。失敗するぐらいね、サイコパスなんですよ。なんではい。じゃあ次ですと、LINE をダラダラ続けるのは男からしてやっぱめんどくさいですか？俺は苦手ですね。めっちゃめちゃ苦手なんですよ。 その意味のない会話をしたがるやん女の子って、やっぱ好きピだと。でも男って基本なんだやろな、女の子よりかはやっぱ苦手やん、そういう SNS っていうかさ。まあそうやな、ずっと連絡取ってるとか、うん、女の子より苦手やし、うんうん、だからまあそれはちょっとね、うまく程よい感じでできたら一番いいんじゃないかな。はい。じゃあ次です。はい。正直やっぱり痩せてる子の方が好きなんですか男は？ああ、ね、でもよくぽっちゃりが好きとか言うよ。いますね。どうなんやろうな。でもまあ痩せてる方が好きなんちゃう？まあそうですよね。いや分からんけど。ヒカルの嫌いな男のタイプは、あいつマジ痩せたら可愛いのになとか言うやん。ああ、めっちゃいるな。決めんだいたい彼女いないイメージあるわ、そういう言う人、うん、で友達とかがさ隣でそういうの言われてるの見てさ、うん、やっぱ女子ってさ、どこでもいいやつから言われたとしてもやっぱ嫌なの、そういうの言われる。ええー、あ、そうなんや。いや、どうでもいいお前から言われるのはって思うけど、やっぱちょっと傷つくやん、そんな言われたら。確かに、それはそうやんな。痩せたら可愛いとかさ。確かに。で、正直でも痩せてる方がいいとか。まあだから太りすぎてる余暇はやっぱり痩せてた方がいいんちゃう。まあな、うん、まあ別に、うん、まあ本当に人それぞれやから、うん、それはあれやけど、自然でいこう。まあ普通に細いぐらいやな。そう、もうほんと普通ぐらい。まあモデル体験なんか目指さなくていいからみたいな感じやな、うん、ねえ、じゃあ彼女がいても AV って見るもんなんですか？ああ、まあ見るやろうな、そりゃ。いや俺はそんな、俺の回答じゃないよ、うん、これは男子代表として言ってる宴やろ。まあ光は全然見てもいいっていう派なんですけど、うん、もう衝撃やろそれは。でも見てると思うで、ぶっちゃけ分からんけどな、うん、AV っていうのはもうね、なんだろう、全く別というか、まあ、作品やからな。え、本当に映画とかの感覚、うん、やから、まあそこはちょっと分かってほしいなっていう。へえ。そう、全く本当別に何もないから。でも嫌っていう女の子の方が多いと思うよ。なんで嫌なんやろ。まあ多分女の子の思考的にはやけど、うんうん、そういうの見られるとやっぱそれが理想みたいな感じで比べられちゃったりとか、あ、そういうこと、自分とね、そういうことされるのが嫌か、うん、そもそもその自分以外の人で興奮してる彼氏が嫌なのか。ああ、まあそうだよね。まあその二択やろな、言うたら。けど、うん、見てる気がするな。結構見てる人の方が多い。うん、ほぼ見てるやろうな。ぶっちゃけ結構衝撃な事実ですね。うん、ちょっとな、隠れて見ちゃってる。うん、あ、まあ見てない人もいると思うけど、割合的には見てる方が多い。いやー、これは結構勉強になりますね。勉強になるんか。はいはい、ということで以上になります。これ参考になったかな。どうしよう、なんか彼女がこれ見てて突き止めたら。突き止めたな。突き止めたら。あ、見てるとかね。ちょっと履歴見してとか言って。あ、え、どうしよう、ちょっと俺責任取れないんでごめんなさい、それは。あと多かったのが、うん、元カノと、うん、つながってるみたいな。ああ、うんうん。それはどうなんですかみたいな。それは知りませんよ。いや、女からすると、うん、一切連絡取らないとか、もう無理みたいになる人が多い。だけど、男って元カノに連絡しがちみたいな。
まあな、男ってミランだからな。ミラン未練がね、ある人が多いから、あ、それはあるんちゃう。なるほどね。やっぱり、あと女の子からの告白ってどう思うんですか、うん、っていうのがあるな。あ、女の子から告白でも嬉しいんちゃう、もちろん。あ、そうなん。俺あんま告白されたことないんですよ。俺はもう自分からもうターゲットあったらボーンっていく派なんで。なるほどね。だから別になんか告白される多分余裕もないし。でもまあ、オタくん意外とさ、うん、自分の好きな子以外に塩対応しそう。ああ、まあそうやな興味ない人とかさに対してはさ、絶対勘違いされるようなことしなさそうだなって思う。ああ、しないな、それ絶対しない。だからあんまり告白もされなさそう。壁作るじゃん、そっちに対して。ああ、それもあるかもしれない、うん、確かに。まあだから、まあでも嬉しいと思うね、普通男の子は、うん、ただ俺がちょっと苦手だよっていう。なるほどですね。感じでした。ああ、まああとまあ気になることがあればまたやりたいと思いますので。そうですね、はい、まあこれは一応完結ということで。そうですね。またなんか違うシリーズでね、爆発させたいなと思いますので、はいはい、ぜひね皆さんチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ということで、よかったなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ツイッターしな、俺。はい、ということで、以上、おたとひかるでした。バイバーイ。